皆さん、どうも、画面ショーラー、あたりこうすけです。僕は11月16日にニューアルバム、声を聞かせてをですね、リリースさせていただきます。今回はですね、1曲目に収録されております。ザ・ブームの宮沢和史さんから、いただいたですね、愛くれないという、素晴らしい楽曲でございます。この曲なんですけれども、宮沢和史さんとはですね、僕は何度か面識がありまして、最初に出会ったのがですね、宮沢和史さんの、ライブにお邪魔させていただいて、その後はですね、ラジオの方でですね、呼んでいただきまして、お話をねさせていただきました。宮沢和史さんといえば、皆さんね、ザ・ブーム島唄、僕もね大好きで、過去のアルバム「あなたがいるだけで」というねアルバムの中でもカバーさせていただいたりねしたんですけれども、沖縄のねイメージを持ってらっしゃる方もね多いかと思いますが、奄美大島の、歌い手の皆さんともですね、とっても親交がありまして、で僕はですね、本当に出会うのがですね、かなり遅い、遅くいつか出会いたいなと思ってたんですけど、やっとねお会いすることができて、でいろいろ話をしているとですね、奄美の僕のね島唄仲間の、方々もですね、知ってらっしゃる方がねたくさんいて、やっぱり奄美の、歌にもかなり、ね興味を持たれているんだなということをですね、伺いました。でそれからですね、楽曲提供をいただけるということでですね、お話をさせていただいて、この愛くれないというですね歌ができてまいりました。二度と会えなくなってしまったですね、恋人誰か、なんですけれども、その人のことをこう、思う、この思いはですね、あなたの体に流れている血潮のまでも愛するというですね、とてもとても、深い、意味の楽曲がね出来上がってまいりました。そして何といっても宮沢和史さんのですね、このうなりという、歌詞ですね、これを使うところがさすが宮沢さんだなと思いましたね。でこのうなりっていうのは、うなるという意味ではなくてですね、うなりっていうのはですね、奄美沖縄、琉球の言葉なんですけれども、女の人のその魂ですね、はい、のことを言うんですよね。女性のその姉妹の神様のことをうなりというふうにね言うんですけれども、島唄の歌詞にもですね、うなり神っていうですね歌詞が出てくるような歌もねあったりするんですけども、さすが宮沢和史さんね、うなりという言葉を使ってくるところがですね、すごいなと思いました。でこのうなりという言葉を使うことでですね、よりこの楽曲の、深い深いところまでですね、意味が、深まったなというふうに、思いながら、僕はもうそのうなりというこの歌詞を歌う時にですね、とってもこう心を込めて、歌わせていただきました。はい、ぜひ1曲目に収録されておりますこの愛くれない、皆さん、大切に受け取っていただけたらなと思います。以上、あたりこうすけでした。